箱、宝箱があるじゃねえか。目の前で勝手に持っていくよ。ほい、それじゃあ、これで、あれよね。兜も手に入れたし、もうあとは、ワープで。ゲルドの音、え、違うよね。あ、だいぶ離れとる。じゃあここ、グコチセの祠にワープする。オッケー。ほい、グコチセの祠。今は夜か。夜だな。これを手に入れたけど、あれをね、このままじゃやっぱ入れん。止められる。ちょっと一旦入ってみよう。あ、止められる。めっちゃ武器向けられるやん。待て、ボーイ、どこへ行く？ゲルダの町へ、ボーイは入れぬ掟。即刻立ち去るのだ。怖っ。じゃあちょっと、目の前で着替えを。丸わかりやけどね。宿女のマスク。宿女の服。うわ、変態やん、なんか。やば。宿女のパンツ。オッケー。お、何にも言われない。目の前で生着替えをしたというのに。よし、それじゃあこの、今持っとるね。この兜を、ルージュのところへ。へいへいへい。あれ？ルージュは？おらんやん。寝た？この時間やけん。ルージュ様なら2階だ。それにしても貴様なんかを寝屋に通すとは。ルージュ様は一体何を考えてらっしゃるのか。いいか？ルージュ様に何かしたら、貴様タラでは済まさんぞ。なるほど、そういうことね。2階。あ、あっち？2階って外じゃない？あれ。違うの？あ、こっち？あ、こっちかな。一緒か。一緒だな。族長様の寝屋に立ち入るを許されるとは。お前は一体何者だ？リンクです。え？あ、びっくりした。この子外で寝かされるんかと思った。こっちか。めっちゃ小さいやん。持ってきたよ。待っておったぞ。語らずともよい。これでもこのゲルドの族長だ。お前から溢れる仁義の力ぐらいわかるわ。わらわは見ての通りまだわらしじゃ。民の目は皆温かいが、それがわらわにとっては辛いこともある。一日でも早く、真の意味で族長として認められねばと気負っておったが、仁義を盗まれた時は、正直目の前が真っ暗になった。そんな中、お前が助けてきてくれたのは、ウルドツ様のお導きであろう。さあ、カブトをここへ。どうぞ。どうだ？どうと言われましても。え、なにそれ？え、この子がつけるの？ピンクじゃなくて？お、なに？記憶？記憶が戻ります？そのウルボザとやらもこの兜をつけていたということか？てか、このラクダ足長すぎよね。なんか、ガクってなりそうじゃない？あれがウルボザ？あ、こっちか。ゼルダ姫やった。ああ、呼び立ててすまなかったね。でも早かったじゃないか。さすがお姫様好きの騎士だ。今日の調査も張り切ってたからね。疲れが出たんだろうさ。ゼルダ姫のことやね。ね、どうだい？この子と仲良くできてんのかい？そうかい。でも勘弁してやりなよ。お姫様はあんたの背にある剣を見るたび落ち込んじまうのさ。なんで？自分はハイラル王家の出来損ないだって。その剣を使うことができんけんってこと？あんたのせいじゃないんだけどね。へー。この子はさ、ずっと頑張ってきたんだよ。封印の力を得るために
小さい頃から毎日毎日祈りの修行、冷たい泉で無理するもんだから熱出したり倒れたり。何ここはなんか乳母的な感じな。それでも力が得られなくて。小さい頃から知っとんや。せめて自分にできることをって異物の研究まで始めて、本当にいい子なんだ。だからさ、守ってやるんだよ。あんたがね。この人ももうお亡くなりになっとるってこと？そろそろ起こした方がいいな。ん？ああ。え、なになになに？ウルボさん！何ですか？今の！どういう起こし方？荒い荒い。あなた、どうしてここに？何、意味がわからねえ。意味がわからねえ。どういう。ってかあれよね、メイクしとるよね、ちゃんと。まつげ伸びとるよね。どうした？ぼーっとして。それよりも、どうだ？似合うか？似合うよって言ってあげよう。そうか？かわいいじゃないか。神獣バナボリスが再会している場所だが、神器を捜索している間に大きく変わった。いずれ町にも危険が及ぶやもしれん。我らは族長として、ゲルドの民として、何としてでもあれを止めねばならぬ。共に行ってくれるな？もちろん。なんだろうな。戦いの前だというのに、お前の一言でこうも心が落ち着くとはな。わらわは先に行っておる。町から南東にある監視所で落ち合うとしよう。ナボリスにアスナラザラシに乗らねば近づけん。監視所は町から相当多くないが、腕鳴らしも兼ねてスナザラシで来るといいだろう。わらわの愛スナザラシ、パトリシエちゃんと共に待っているぞ。お、名前がついとんや。にしても、やっぱり大きいな。どこにおるん？全然見えんけど。もう行った？パトリシアちゃんと共に。あっちの方向かな？なんかあっちの方向眺めよったよね。こっちから出れるっけ？これ、家かな？ただの。なんかいっぱい集まっとる。あ、この人かわいい。なんかピンクの髪の毛。あなたも私の恋のレッスンを受けたいの？私はワーシャよ。昼は恋愛教室、夜は料理教室を開いて、ゲルドのバーイたちに恋の ABC を教えてるの。よかったらあなたも一緒に、いかが？なるほど。ここは通り抜けはできないわけね。まあ、人んちか。じゃあとりあえず表で砂ざらし捕まえて、砂ざらし捕まえて、目的地をちょっと、ちゃんと確認しておこうか。よし。砂ざらしたち。これ正面から行ったら確実に見つかる気がするんやけど。ちょ、待ってね、とりあえず。間違えた。ああ、バレた。あの子はまだ気づいてない。はっ。ある程度まで近づいたら、いけるか。はっ。おっしゃ、捕まえた。捕まえたはいいんやけど。次これ？雷の真珠、バナボリス。あ、こっちの方向でいいんか。オッケー。じゃあそのまま向かってくわ。だーし。あれ何あれ。なんか扉みたいのについてる場所あるよね。あれなんか関係ある？あそこが目的地かな？あ、待って、体力やべえわ。忘れよった、体力やべえわ。体力、串焼き肉。私、一回この辺で死んどるな。ここ目的地か。ちょ、待てって。ここが目的地かな？
ここは何？何の場所？よいしょ。お、宝箱があるじゃねえか。目の前で勝手に持っていくよ。ゲルドの弓。ゲルド族が使う繊細な装飾が施された弓。広い砂漠での狩りや戦闘の際に遠くのものを狙い撃つことができるよう工夫が施されている。これ以上持てねえ。ということは、弓。14。あ、そっか、今の 14×2 なんか。驚いたな。まさかあんたみたいにちっこいのが来るとは。本当にあれ戦えるのか？しかし、族長様に認められたというのであれば、何か理由があるんだろうな。まあね。伝説のだから。族長様なら、この監視所のてっぺんでお待ちだ。早く行くんだな。あ、これが監視所か。監視所っていう言葉が全然出てこんかったね。砂ざらし追ってくれてる、その辺。おらんのやないん、ちょっと。消えたやろ、絶対。何の音、今の。てか、監視所のてっぺんって何よ。建物の上に登ってんじゃねえよ。ん？はしごとかあったりするかな？大丈夫かな？こんな角度で登っていけるのってすごいなぁ。あ、絶対はしごとかあるパターンやん、これ。え、ない？ないの？監視所のてっぺん、あれ登れるん？え、落ちないこれ。え、お、上？はしごあるじゃん。だから言ってんじゃん。よ、こ、は、てや。はしご普通に登る分には全然いらんのよね。何？頑張りゲージ。見えるか？真珠、バナボリスは目前だ。しかしあれに近づくためには砂ざらしを使わねばならんが。覚悟はいいか？もちろん。そうでないとな。まずは砂ざらしに乗ってあれに近づく。先導は我らが行おう。我らじゃない、わらは。お前は隙を見て、あれに四つ足を爆弾で撃ち抜くのだ。ナボリスは地の力を得て駆動している。そこを狙えば必ず動きを止めるはずだ。だが、あれから放たれる落雷は凶悪だ。一撃でも食らったら致命傷は免れられない。この雷鳴に兜があれば落雷を退け、お前を守ることはできよう。しかし兜の力は遠くには及ばない。わらわから離れすぎるとお前を落雷から守ることはできん。それだけは忘れないでくれ。あとは傷を負い戦闘が困難になったら、この監視所まで撤退すると約束してくれ。決して無理はするでないぞ。これはわらわの爆弾矢だ。少ないが使うがよい。お、20本セット。では最後の確認だ。覚悟はいいか？もちろん。さて、少し離れてくれるか？何あれ、色違い。我が名はルージュ。正当なるゲルド王家の末裔なり。真珠、バ・ナボリスを沈めんがため、今こそ神器の力にすがる時が来た。ゲルドの始祖たちよ。イカズチを持って、我が声に応えたまえ。おぉ、なんかすげえな。お、これがバリア？これでイカズチが防げるってやつ？すげえやん。めっちゃ守られてるやん。これが神器の力か。力がみなぎってくる。なんか足埋もれてない？大丈夫それ。では行くぞ。なんか知らんけど、いつの間にか私の相棒が。え、砂ざらしに乗って、爆弾矢で撃ち抜くの難しくね？ウルボザ様、どうかリンクとわらわをお守りください。文字勝手に消えたんやけど、あっとったかな？ルージュはルージュで動くのね。待って。いや、進みすぎ。こう、あ、そっか、これで、こう。これで、ちょっと待って。
爆弾や。爆弾やね、ちゃんと。あ、おったおった。ナボリス。いや、姿が見えないですけど。待って待って待って、私をそのバリアの中へ入れて、ちゃんと。あ、怖いです、怖いです。なに、どこどこどこ。どれ？いなくね？います？いないよね。姿が見えないんですけど。あ、あれ、あれか？あれがバナボリスか？待って待って待って。あ、あれだな。ひえー、雷の力を蓄えよるなんか。はい、すいません。うわ、おお、一発。あ、ここまで来たらもうあれだ、狙える。一度引き返さなくていいよ、続行します。狙うのは足だ、頼んだぞ。オッケー。はあ、はい、わかりました。とりあえずそこから動かないでね、ルージュ。お、弓が壊れそう。どうなのこれ、いけてんの？はいはい、気をつけます。あ、弓が壊れた。はい、2連弓見えねえ。はいはい、届いてんのか、まずこれ。届いてなくね。はい、来ました。おお、怖え。これちゃんと届いてる？届いてなくない？あーはい、離れないです。うわ、びっくりした。なんか最初一発さ、聞いたような感じしたんやけど。もうちょっと近づかんといかんのじゃない？ねえねえねえね、もうちょっと近づこうよ。ええ、わかりましたけれども。爆弾やもさ、そんなにないけんさ。もうちょっとこう。どうなんあれ。聞いてないんじゃないかな。待って。なるほどね。乗ったら動いてくれるんや。はい。なるほど、なるほど。乗ったらちゃんと動いてくれるのね。ルージュが。引き返さなくていいよ。狙うのは足。はい。危険？今超危険？ふぅ、怖い。もうちょっとかな？もうちょっと近づく？この子私の子じゃないのね、こっちね。ちょ、入れて入れて。はい。いきまーす。怖いって。今がチャンス。どうなんこれ。はい。あー、ないよないよないよ、大丈夫よ今んとこ。うん、うお、びっくりした。もう引き返さない。あ、止まるごとに言われるのね、それ。全然いけねえじゃねえか。砂だらしよ。ゴロゴロしよる場合じゃないぞ。
はい。怖い怖い。今のめっちゃなんかはみ出しそうやったけど大丈夫やったん。どう？なんか二連指が壊れそうっぽいけど。爆弾や今どれくらいあるん？ちょっと大丈夫？当たるよるあれ。くそ弓が壊れた。やり方がおかしかったんかな。あお、これで2つ。はい。逆に近すぎか。はい。まだか。ちょっと待ってね。やべえ、他の足が超邪魔だ。お、あと1個。おっしゃ、これでいった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 。4つ、足4つ。ふう、何これ、どこがどう顔かがよくわからんな。止まった、止まったはい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。